先生話聞いてくださいよ。ちょっと待ってください。何を遮ってんすか。62回転です。投資4500円で最初の当たりに、はい、なります。それでいいですか先生。揃える図柄は、図柄はセグ見るよ。まあそうっすよね、見たんすもんね。来ました。おお、レバブルや。うわ、隠しておきます。見ない、見たら顔に出ちゃうから。いやお願い、もう欲しいです、どうしても欲しいです。先生、さあそれではまたね、ここから元気よく打っていきたいと思いますけれども、はい、お互い単発1回です。で前回はね、はい、実は次郎さんと乗り打ちをしたんです。はい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 。では結果的にお互いいいとこなかったのであれなんですけど、まあ、今回は、はい、まあ、そういう話してないんでね、はい、今日それぞれでやってますと。いや言わないでよ、今日ノリじゃなかったですかとか、どっちが良かったとか。後でもあの逆にいいですよ、ノリ打ちでもとは思ってます。今なら間に合うぞと、はい、状況変わんないそうです。そうです、一緒です。今日僕が、はい、ね、えぐいぐらい出た時には、うん、ちょっと申し訳ねえなとまで思っちゃいます。いやそれはもちろん次郎さんがえぐい、はい、えぐい出たら、はい、4万発とか出た時には、うん、いやそれ申し訳ないな、前回は乗り打ちで今回は1人かってなると、はいはい、申し訳ないなと思うんで、はい、今やったら選べますよっていう話です。今1万500円、はい、僕ちょうど1万円です、はい、状況はほぼ一緒ですね。もうほとんど一緒ですよね。回ってる回転数もうほとんど一緒ですし。じゃあここからは先生と生徒の禁断の乗り打ち会です。ダメですよ、先生乗り打ちしようとか。あ、ダメなんですか、ほんまは。生徒に対して乗り打ちするぞとかね、はい、先生の皆さん、そんなことを生徒にやったらダメですよ。パチンコ屋さん連れて行って先生と今日は乗りだみたいなね。うまい目です。よいしょ、これが青になったらいいやつですか。青のまま、最終的に。あ、青のままだと。これのやつカスタム入れてるときいいのが、はい、レバブルってこの後のタイミングで来るんで、ここは、ここのタイミング、あ、来ましたね。チョンされた。肩チョンされた。ほんと先生の言った通りになりましたね、今。この後来るんでの、キラキンですよ。ただ先生、1個乗り打ちにした瞬間に謝らなければいけないことがありまして、はい、先生、はい、持ち玉あるのに借りました。間違って借りちゃいました。待って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 、ほらでもほら、それはでも、はい、いやもう当たるんでね、文句言えないですけど。いいですか、いいですか、すいません。ヒロさん、はい、気をつけてよと。いやいや、すいません、すいません。もう その分出しますから、たくさん。期待してます。いやそうなったらいいなっていうのがまさに来ましたね。先読みも入ってなかったでしょ。はい、入ってなかったです。やっぱカスタムいいな。ごめんなさい、入ってなかったかどうかすら分からんぐらい見てもなかったっすわ。入ってなかったと思いますけどね。調整解除ですね。あ、気持ちいい。いや、ここで初めての外れとかいらんぞ。強制解除ユニコーンアタック行った時点で大当たり濃厚です。はい、どれ行っても当たりますよ。打ち抜け。え、大丈夫、あ、大丈夫、よかったです。いいな、もう1の生徒に 90% オーバーの期待度外す人はいません、まあ、ぶるってますから。いや、いいっすね。ちょっと楽しくなってきたんじゃない、ユニコーン。いや、なってきましたわ、気持ちいい。いや、当たってから、当たってからそんな話しよう。確かに、まだ当たってない。赤字柄で安心したいよな。ですね、赤いいな。金文字出たんじゃないですよ、もう。赤でも熱いけど。あ、出た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 。もう安心してください。早かった、ありがとうございます。29回転目かな。すみません、追加投資しちゃいましたけど、まあ11本です、投資優等生。いや、ここから
ありがとうございます。ここからはマジでお願い、終わりなさい、お願い頼む。いやん、割れて、まだまだ全然、さあお願い、2回目、本当にお願い、お願いします。いや欲しい、ラッキー、いやー頼む。いやちょっと、あーマジかよ、いやーいただけない、すみません先生。あんたね、はい、徳を釣りなさい、徳をあ、もう打つ前の話ですね、徳を釣りなさい、そういうのが、はい、こういうタッチに現れますね。やっぱ出ますよね。出ますね。ブルッター、徳積んできました先生、そう先生、罰当たりの鬼、あ、それ何、あ、鬼か、罰当たりの鬼なんですか、え3回転目、はい、ブルいましたね、なんですかこの展開は、これジロさん先生、まだ徳積まんとダメですかね。いやこれ積んできたからこれなってちゃうかなと思ってるんですけどね。2連続単発っていうみそぎを済ませたからだ、はいはい、あ、なるほど、じゃあそろそろいただいちゃおっかしら、これをバチッと決めてくださいや。え、すごいね。いやこれはなかなかですね。なんかたまにありますよね、どうしたっていうぐらい初当たりが術練する台、はいはいはい、そういう時に限ってラッシュになかなか入らないということもよくありますけど、いやこれ全部入ってたらもう大変なことになってますからね、大変、全部入ってたらもう満発は満発どころじゃない、もう爽やか買い取ってますよそこまでか、もうこの早い段階でこれ3回見てますからもう幸せもんですよ僕は。すごいよね、え、僕当たり引いたかなって思うぐらいちょっと忘れちゃったんですけど、あれ赤堀だった、1回も戦ってないんで僕は、赤対等、ちょっとやっぱちょっとだけ心配な気持ちもあるけれども大丈夫でしょう、頼むぞ、よし、まあさすがにね、いやそれにしてもお見事、あれだすあれだす、保留連ですよ言ったら、いやそろそろマジで頼むぞ、あかんぞこれ、もう通常っていう文字つけさせたらあかんぞ、いやですよこんな、いけじろ3度目の正直、お前はもう何回連続で単発引いてんだ、いらんお願い、ああからのちょっと、いやちょっと、もうやめてよ3連続は、2、300発欲しくて言ってるわけちゃいますぜ、そうだそうだ、いやーファイナルチャンス、早めに紫赤ってね言ってくれば、ね、パパパッと、いやお願い、いやちょっと、もうよっしゃ、あーありがとう、ユニコーンありがとう、耐えた、ユニコーンありがとう、ジローさんありがとう、あー感謝のループ入ってる、すごいよ今のは、助かった、3回転や、3回転ハッピーねー、じゃあちょっと、はい、一応ね目標何玉ぐらいいきましょうか、まあ、1万はまずは1万、1万1000円と1万2500円なんで、はい、まあ、2万ちょっと使ってますと、はい、5000発は超えよう、はい、やっぱもうそれはもうそこはもう余裕、はい、超えてなんぼでしょう、いや1万発は欲しいな、段階的に目標クリアしていこうね、
なるほど。 まずは3連して、はい、高速ハイパーに入れて、はい、なんだじゃないのよ。大丈夫ですか。相手次第。フルフロンタルはやめて。まあ、大丈夫です。当たりじゃないですか。そう、負けられない。一万パス出すまでは負けられないね。あ、大丈夫ですよ。頼むぞ。え、まだありますか。聞いてた話と違うぞ。はい、ここよし来たー。よかったー。あ、ブルってよ。ちょっと先に憎いね。いや、憎いっすね。憎いね。ちょっと粋なことやってきたな。カスタムなんかじゃねえぞと。とりあえずやっと1500個取りました。はい、ありがとうございます。長かったここまで。これででも自分で使った分返ってくるぐらいだもんね。もう早いよやっぱり。確かに何も来んな、こっちは。おい、どうなっとるんすか。いや、来いと当たりは突然来ますから。もう200回転も回しとるんだ、こっちは。来いと当たりは突然来る。そんな言葉ですね。恋してますか。恋はしてないんすよね。してーな。流行り病にかかって、はい、家で休んでる時にまさに思いました。あ、ちょっと寂しいというか切ないというか、はい、確かに病気になると。まあそんなことは忘れて今はね3連目取ることだけ。いや、そっちから言い出したんでしょうよ。そんなこと忘れてじゃないんですよ。そんな話はいいのよ。今じゃないのよ。流行り病とか影響悪いから、そう、当たり引くことだけ考えて。なんならもう一回当たり引いてからが本番までありますからね。まあ、そうですね。ここまでは助走ですから。そう、まあ、あのリノの2ゲームと一緒。ああ、そうとりあえず3000発出してから、そっからもうラッシュみたいなもんですもんね、うん、いや、心配な。そろそろいいんじゃない。はい、おー、ブルブルたまらんね。ブルブル気持ちいい。いや、いいっすね。これがいいんだ。ありがとうございます。59回転目。ゆっくりしててください。はい。はい。シローさんの超速ハイパー見ると初めてだな。隣で。やっとたどり着きましたね。言われちゃったそれ。痛いとこ疲れちゃった。この突入位置がかっこいいよね。ちょっと原作みたいなって本当に思いますね。あんまりガンダム興味ないんですけど、はい、見たいなって思っちゃいます。ぜひ見てみてください。ミスお好きなんですか。見たことないです。さあ、始まりました。ここからはもう超速です。はい、4連目。ありがとうございます。早い。いいね。サクッと5000発ですね。5000発です。やっぱ早いわ。まあまあラッシュ中にしては回転数かけてる方なんですけどね。はい。それでもこのスピード、これぞ覚醒ハイパーっていうあの速さをね、すんなりください。下手したら夕方まで行って初当たり1回2回ということも、ね、多々ある機種ですけど、はい、これをこんだけ当ててラッシュぶち込むっていうのもある意味力技。初当たり1回2回って言われてちょっと今耳が痛くなりましたもん。あ、ありましたね。ちょっと耳が痛くなった瞬間にそういうの嫌だな。赤いやつ嫌やな。
え、すみません、まだ分かりません、最後まで分かりません。嘘でしょ。まだまだあります、まだあります。うるせえ。まだまだあります。すみません、あとザーン保留、あとザーン保留、お願い。おー足りてない、ちょっと空腹です。うーん、マジかよ。5000玉ぐらいで終了です。いやー、ちょっとね、先生が言うのもおかしな話ですけど、足りないですね。いやいや、分かってます分かってます、足りないです。ちょっと足りてないな。この間印象的だったのが、はい、ユニコーンが1列あったのかな、一緒に打った時に、はいはいはい、で3台ぐらいがあんまり出てなくて、その他全部出たまでは1万発を超えてたじゃないですか。 そうっすね、あれ見た時にやっぱユニコーンの安定感ってすごいなと思ったんですよ。 あの時間で、まあ、7割ぐらい、7割から8割ぐらいの台が1万発以上1回は出してると、はいはいはい、ああブレッタ、うお、いや、これいいっすね、2人して交互に、よし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 、取るぞ、絶対取るぞ。いや、まだ当たるのはもう当然としてですよ、はい、先生、はい、ちょっとお手本見せてくださいよ。お手本見せます、もうここしか見ません。覚醒ハイパーはこうやってやるんだよって、生徒の前でいいとこ見せない感ですね。ファンファンのミネバとかで当たってくれたらね、めちゃめちゃ嬉しいですけど。あ、ファンファン行け、ファンファン、先読みどっちも入れてるのに妨害でレバブル来てっていう ね当たりが続いてますね。保留点滅からのとかじゃないっすね。ユニコーンアタック行くんか、レバブルなかったらまず当たんないやつですけど、大丈夫か、ちょっと不安になってきた。でもレバブル期待度 90% 超え、ここまで行ってよ、もう大丈夫これ。え、嘘でしょ、レバブル外したことないよ、カスタムして。え、ちょっと待って、いや大丈夫です、大丈夫大丈夫、嘘、ついに出た、レバブルカスタム、レバブル外れ、あ、先読み入った、お詫び、お詫びかも。うわ、ついに出たな、レバブル外れ、もう一回ブルって、ドリフォルになった、あ、いいっすね、いいっすね、これブルってよ、マジで頼む、マジで頼む、ありました、これレバブル外れてレバブルなしで当たるパターン、カスタムってなんやっていう、言いたいですね、痛い、おいおい当たるなら震えてくれよっつって。いや本当よ、いや初めて外れたレバブル、ショック、それで当たったら最高よ、あります、あー態度 90% 外し、なんかでもあれかな、それをきっかけにここから賑やかになっていく感じ、あなた
でも本当外れるレバブルってこうなんだろうなっていう道辿ってましたよね。はい、さすがに厳しくないかでしたもんね。もう一回ブルーレそれね、もう一回ブルーレ3回連続で、おい熱いネクスト行け、あーあーだよブルブルブル、まだかまだかブルかブルルか、僕はでも3回に1回ぐらいレバブルなしで当たってますよ。あ、そんなに当たります、僕は多い方だと思います。レバブル外すし、レバブルなしで当たるし、さっきのレバブル外したことまだ引きずってません？引きずってますよ。このまま出なかったらもう手こましてやろうかな。手こます、ショックです。あらあら、え、何あら、ガンダムユニコーン予告、熱っ、え、激熱ですよこれ。どうした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 、いや、出らんし、こんなの普通の外れた出ない、先読みやったんかな。え、レディーでしょ、はい、あの回転でしょ、レディーレディーレディーやったんですよ。でも僕、保留貯めた気したたまたまやったよ。いやいや、それは先読みじゃないですよね、はい、いや、熱っ、ちょっと、なんですか、あなた、さっきから覚醒。これガンダムユニコーン予告と、はい、あの頂上決戦なんで、はいはいはい、激アツ演出が2つ絡んでるんですよ。その時点で勝ったもしてなくても 70% 超えです。高い、いや頼むわ、いや強いね、決めちゃえ、待ってよこれ、レバブルなんかいらんぞと、頼むぞ、よっしゃ、はい。あら見事、あっさりでございます、すいませんすいません、なんかおかしいよね、僕ばっかり当てちゃってすいませんね。レバブル外す、はい、レバブルなし当たる、はい、カスタムって何ですか何ですかカスタムって。いやー、いい台だ。187293170ですからね、あ、まあ当たってますよ、いいジャグラーぐらい当たってます。じゃあ皆さん申し訳ないですけど、はい、3枚目、え、先生大丈夫ですか、大丈夫です先生、あ、まだ3枚、なるほど、いやまだじゃないんですよ、3枚目で決着つけてください、出すんで、あ、はい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 、おー3000超え、3000超え、3000です。嘘、先に言われた、なんかこの本読んで先にここ割れんの楽しみにしてたのに先に言われたなんでなんか嬉しなってもうたやろな、多分見て我慢できなかったなんで先に言われたやろ、今まで我慢してたのに言えちゃったごめんなさい、いや全然いいです全然いいです、いやもう嬉しかったんでしょうね見えちゃって見えちゃってじゃない、たまたまこんなとこ見ないでしょうよよじゃあ、まあまあでも、すげえ見えちゃって、ちょっとごめんなさい、今本当に口が滑ったとまさにこのこといや本当にすごい、いやすごいと思ったの、はい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 、はい、え、すげえいやー3000取った、3000いいっすね、ここでハマればいいけどね、そうっすね、一番今日一テンション上がった、今の、いや今のはだってもう見た瞬間やっぱあの、はい、あ、昇格で赤字柄になった時とか、はい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 、初当たり赤字柄の時って、はい、やっぱ3000出る時ってそれが多い気がします、本当だからこそやっぱりあの割れんの楽しみに待ってたわけじゃないですか、新生さん言ってよもう待ってるってちょっともう待ってないやついないです、ユニコーン乗っててあれが入んのがやっぱね、乗り打ちですから、お互いの当たり喜べんのがやっぱ乗り打ちの良さですもん ね、これが対決とか、はい、まあ、普通に売ってるだけじゃなかなか知らない人にはそういうことしませんので今のは言いますが
知らない人にやってたら怖いな。急に肩叩いて、あ、3000円とか言って、お、スタンバイ保留継続に、先読みじゃないんですけどね、当倍でも保留なかったんで、あ、でもブルってないから、でもブルってないのに当たってる、当たってます。連敗しろ、頼む。保留変わって、怖いこと言わんといて、怖いこと言わんといてって、いらん。赤いのは嫌、やって、うわ、もうそんな早く引く、頼む、マジ、もう早かろう、終わるには。立て、頼む、立ってくれ、頼む、いやーじゃないのよ、一発あるんじゃない？いや、これ寂しいって、さすがにここで終わったら寂しいぞ、何にもしてないと一緒、それは。頼む、もう、あー厳しい、ピンチになったら当たりです、晴れ晴れ、はあ、じゃあ後半戦はちょっと私が仕留めに行って、はい、それで締めくくりましょうかね、お願いします。浜でね、なかなか、おい、ブルッタ、はい、はいはいはい、何ですか本当その台は、やっちゃおっかな、ちょっとマジビビってるんですけど、お化け、初当たりのお化けいます、え、アマアマにしても甘い、アマデジでもよう引けてますね、アマでも甘い、うわ、レインボーだ、うわ、すごい、ちょっとレインボーやりたい放題です、いらんよ、いらん、もういらんよ、もう言わんよ、言わんって言っちゃうもん、見たら言っちゃいますもんね、顔に出る、顔に出やすいで見ませんって言いましたけど、口に出やすいで見ません、じゃあ見方教えてください、じゃあ逆に、あ、いいですよ、あ、じゃあ、はい、お渡り中に、はい、変わっちゃえ、頼む、あー変わらん、大当たり中に味方を教えるってことは答え言っていいってことですか、ってことになりますよね、じゃあ答え言いますよ、はい、これラッシュです、え、これラッシュです、いや楽しい、そうなんですよ、で、はい、一番左に、はい、2段で4列です、はいはい、8つのセグがあるじゃないですか、はいはいはい、はい、あります、で一番左上が1つついてますよね、はい、でラッシュ確定です、へえ、でそこがついてないと通常は3000です、ほうほうほう、だから赤字柄でそこがついてなかったらもう3000なんですよ、はい、それだけです、だからここ左上だけ見れば分かるっていう、あ、そうなんすね、はい、だからボタン押す必要ないです、そこ、いや、こんな余裕で押せるあれなんて、もうこれも行きますもんね、はい、行きます、あ、でもそれ簡単すぎて確かに見ちゃうな、はい、なんか結構セグって覚えるのがめんどくさいあるんですけど、はいはいはい、これはめっちゃ分かりやすいですよね、1個だけ見ればいいんで、確かに出玉増えとるしね、ですね、すげえな、この感じで増えてますからね、ユニコーンラッシュじゃなくてジローラッシュやわこれ、初当たりラッシュただただ左打ちで、どこでラッシュかけとるんだろうな、ノーマルタイプみたいな増やし方してますから、
晴らしい。しかもなんか6号機の設定録みたいな出方してますね。なんかじわ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 っと。さあちょっと3度目の正直、はい、ここバチッと決まればもう2万発なんて全然夢じゃないですもん。そうそう、まあ、僕時々言うんですけどね、あの出してる人がまあ、あ、先読み入った。いや、二人でラッシュやりましょうよ。ブルタブルタ。え、マジか、はい。あら、一番おもろいタイミングや。いや、これちょっと週末にかけてはこれはいいっすね。アストロ両赤ブル赤ブル、もう間違いない。うわ、もう間違いないよ。いやお待たせしました皆さん。あ、待っとらん、そんな言わんで。いや、待ってました待ってました。次郎さんと一緒にラッシュができるかもです。赤い水星の再来層に入ってます。おお、ガンダムユニコーン予告。赤い水星ガンダムユニコーンでしょ。待っちゃおっかな、シサさんが来るの。あ、待ちます。ブルフロンタルカットイン、二人でラッシュありっすね。ありっすよね。これで今注目演出2つ絡んでますと。で、覚醒行ったらもう大当たり濃厚ですね。3つ絡めば大当たり濃厚なんで、いやもう最高です。これ外すの当てるより難しいですもんね。いや外れないでしょ、この展開で。これはもうね、レバーカスタム入れてなくても赤ブルはもう熱いんで、はいはいはい、ですよね、はあ、楽しくなってきたよ。これで大当たり濃厚になりますね。赤い水星ガンダムユニコーン予告覚醒。うわ、ここまで来たらえラッシュじゃないのって思うんですけどね。やりたいほどやってるわけですもんね。こっちも3点欲しい。何ですか何ですか何ですか。ラッシュ入ったら、はい、そのまま置いてお蕎麦食べてもいいですけどね。あ、いや、いいですよ、いいですよ、いいですよ。お昼ご飯の、もうお昼ご飯が楽しくて仕方ないよ、ね、ここあたり413回転ということで回転数はシーサーでございます。うわー、投資は23,500円。シャレとーなー、シーパチ先生はシャレとんした。シーサー回転欲しいな。まず図柄をねしっかり見ましょう。23,500円。まあでもラッシュ入れれば全然安いですよね。まだ変わってくる。ほんとここで買ってほしい。おー買った。よし、さらすといいな。今シーサーさんちらっと左上見ませんでした。まだ出てないんですよ、ここ。あ、そうだ、この後なんですよ。完全にないかな。え、見るんすか。言わないけど。とりあえずラッシュゲットです、はい、いやーすごい始まったね。いや2人でラッシュか、始まったね。夢のような展開、まあ、こっからまた夢になりますからね。さあそれでは授業を始めますか。出し方の授業、ユニコーンラッシュのお時間です。命を落とすことで極限を超越した獣、ユニコーンガンダム、ついに。何ですか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 。いきます、スタート。ご泳ぎ中すいません。ハイパーラッシュっていうのはこうやって自分がビシッとタイミングあったなと思ったら手を離さない。いいか。あ、それでもよかよか。まあでももう負けようはないですから、2人合わせても負けようないってほど浮いてはないですけどね、もうプラス息ですから。さあこっからやぞー。